皆さんこんにちは、B レジェンド大林です。今回はですね、トレーニングにおけるメニューの組み方なんですが、高重量低レップでメニューを組むのがいいのか、低重量高レップでメニューを組むのがいいのか、どちらがより効果的かということについてお話をしていきます。たまにですね、SNS なんかでそういう話が上がったりします。高重量でガンガンやった方がいいのか、それとも低重量でネチネチ効かせた方がいいのかみたいなね、話が上がることがあるんですけども、私個人の見解をお話しさせていただきたいと思います。ぜひ参考にしてください。結論から言いますと、どっちの方が効果的というのはないです。一番効果的なのは、高重量低レップも低重量高レップも両方やるということですね。まあその理由をこれからお話をしていきます。しっかり頭に入れておきたいことが3つありまして、まず1つ目なんですけども、筋肉をつけていくのに重要なことというのは、ボリュームが大事ということですね。ボリュームというのは、トレーニングする時の重量×回数×セット数の数値です。これをボリュームと呼んだりするんですけども、このボリュームが基本的に大きくなればなるほど効率よく筋肥大できるということになります。高重量低レップだろうが、低重量高レップだろうが、ボリュームが一緒なのであれば筋肥大の効果は変わらないという研究結果が出ていたりします。どういうことかと言いますと、例えばですね、スクワットを70キロでやってる人、100キロでやってる人2人いるとしましょう。70キロでやってる人は10回3セットやってますよと。一方ですね、100キロでやってる人は3回7セットやりましたと。これ2つともですね、重量も1セットあたりの回数もセット数も全然違うんですが、ボリュームは一緒なんですよね。こういう場合に、まあ基本的にですね、筋肥大の効果に差はそれほどないという研究結果が出ていたりするので、筋肥大に一番大事なのは重量とか回数とかっていうよりも、それを掛け合わせたボリュームなんだっていうことを覚えておいてください。そしてですね、2つ目なんですけども、ボリュームが大事とは言いましたが、重量が軽すぎると筋肥大の効率が落ちてしまうというデータもあります。具体的にはですね、マックス重量の 65% 以下の重量になってしまうと筋肥大の効率は落ちてしまう。たとえボリュームが一緒であっても、 65% 以上の重量でやった場合と 65% 以下の重量でやった場合では、筋肥大の効率に差がついてしまうという研究結果があったりします。このマックス重量の 65% 以下の重さでやるとなると、大体ですね、種目とか人にもよるんですけども、25回とか30回とかできちゃうんですよね。そういう意味ではですね、あまりにも低重量で高レップすぎると筋肥大の効率が落ちてしまうんで、あまり良くないですとも言えますね。なのでいくらボリュームが大事とは言ってもですね、軽くても最大で20回できるぐらいの重さまでにしておいていただくと、効率よくですね、筋肉をつけていけるんじゃないかなと思います。じゃあ重い方はどれだけ重たくてもいいのかというと、ボリュームさえ揃っていればどれだけ重たくても筋肥大の効果は変わらないと言われています。例えばですね、またスクワットになるんですけども、50キロで10回3セットやっている人、まあこれボリュームがですね、1万5000キロっていうのがボリュームになるんですけども、この1万5000キロをマックス100キロの人がですね、100キロ1回150セットやると、まあ、現実的には不可能なんですけども、それでも一応ボリュームは揃うわけですよ。ただまあ理論的には50キロ10回3セットも100キロを1回150セットっていうのも筋肥大効果は一緒だっていうふうに言われてます。ただもう皆さんこれ聞いててわかると思いますけど、あまりにも高重量だと怪我のリスクが跳ね上がってしまうんですよ。100キロで1回150セットなんか、もしやったとしたら怪我しちゃうじゃないですか、絶対。なので筋肥大を最優先にするんであれば、1回から3回しか上がらないような超高重量と言われるような重さではあまりやらない方が効果的かもしれないっていうふうに私は考えてます。関節が強くてね、高重量でやっても特に問題ないですっていう方であれば大丈夫かもしれないんですけども、超高重量で1から3回のね、超低レップでセットを組む、でそれでボリュームを稼ごうとすると、かなりのセット数をねこなさないといけなくなりますので、それだけ関節にかかる負担が大きくなってしまうということを考えると、あまりにも超高重量とか超低重量
この極端にね、重すぎたり軽すぎたりする重量でトレーニングをするのは非効率かもしれないということですね。3つ目なんですけども、同じトレーニングでもレップ数に変化をつけてトレーニングをすることで、より効率よくトレーニングを進めることができる、筋肉を大きくしていくことができます。これはですね、重量が停滞した時の対策という動画でお話をさせていただいたと思うんですけども、同じ種目を同じ回数同じセット数を目標にしてやっていると、筋肉がですね、そのトレーニングの刺激に慣れてしまってで、なかなかですね、筋肉が成長してくれなくなってしまう時っていうのは来るんですね。頑張って食事も食べてるし、トレーニングもしてるんだけど、筋肉がなかなか大きくなってくれないとかですね、そういう停滞を迎えてしまうことがあるんですね。そういう時にレップ数とかセット数を変えてみることで、新鮮な刺激がですね、筋肉に行くようになるので、停滞した時にですね、レップ数とかセット数を変える、そうなると重量も変わってくるので、そうやってですね、刺激の種類を変えてあげることで、より効率よく停滞することなく筋肉を大きくしていけるので、そういう意味では高重量だからいい、低重量だからいいというのではなくて、高重量低重量それぞれのメリットを理解していただいて、変化をつけながらですね、トレーニングをしていただくというのがおすすめです。この3つをね、しっかり頭に入れていただいてトレーニングをしていただくことで、効率よく筋肉をつけていくことができます。じゃあ次にですね、高重量低重量それぞれのメリットは何だっていうことなんですけれども、高重量のメリットっていうのは筋力を伸ばしやすいということなんですね。ボリュームが揃っていれば筋肥大の効率は同じっていうお話をしたんですけれども、実は筋力の伸び方はそうではなくてですね、高重量でやった方が筋力は伸びやすいっていうふうに言われています。だいたい6回から8回ぐらいのですね、重たい重量、もうちょっとこう高重量に慣れてる方であれば4回から6回ぐらいでもいいかもしれないですね。それぐらいの高重量でトレーニングをすると重量を伸ばしやすくなるんですね。で、重量が伸びてくれればそれだけボリュームも稼ぎやすくなるので、より効率よく筋肥大を狙えるということになります。で、一方ですね、低重量12レップから15レップぐらい上がるような重さだと思っておいてください。この低重量のメリットというのは関節に優しいということですね。先ほどお話ししたんですけども、高重量になってくると関節への負担がどうしても大きくなってきます。腰にちょっと不安があるとかね、肩を痛めたことがあるとかですね、そういう方なんかは無理に高重量に挑戦するよりも、ちょっと重量を抑えめにして、その分レップ数をたくさんやるとか、セット数を増やすとかでボリュームを稼いだ方が結果的に怪我なくずっとトレーニングを続けられるので、効率よく筋肥大ができるというようなこともあります。高重量と低重量のメリットというのを理解していただいた上で、変化をつけてトレーニングをしていくというのがおすすめです。で、最後にですね、一番大事なことをお話ししたいなと思うんですが、低重量だからといって楽なトレーニングでは決してないということはしっかり覚えておいてください。高重量だろうが低重量だろうが、限界までしっかり追い込まないと筋肉ってなかなか成長してくれないので、低重量であればその分筋肉がね、焼けつくような痛みと戦いながら必死でですね、高回数ですね、上げないとなかなか筋肉ってついてくれませんし、高重量を上げる時ってやっぱりね、ものすごいエネルギーを使いますので疲れますし、高重量だと怪我のリスクが低重量に比べて上がってしまうので、そういう意味では緊張感もあるんですよね。これで怪我しちゃうんじゃないかとかね、フォームが崩れたらちょっと危ないなとかですね、そういう緊張感と戦いながら挑戦をする部分があったりするので、必ずしもですね、高重量だから楽にできるとか低重量だから楽にできるとか、そういうことではなくて、高重量でも低重量でも自分の限界に挑戦をしていただいてですね、1回でも多く上げられるというような意識を持ってトレーニングをしていただくというのを大事にしていただければなと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。